花尾四郎の音楽魂。絶好調。はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。本日のゲストまず紹介しましょうか。はいはい、小路大内さん、イエーイ、もうよろしくお願いします。久しぶりね。久しぶりやね。2年ぶりですかね。2年ぶり、あ、2年前だね。だって知り合ってもう10年ぐらい経つよね。経ちますかね。もう10年も経ったね。そうか、経ってかな。でもやっぱり10年のうちにいろいろ変わったやろ、あんたも。あんたも、ね、変わったんすかね。エロなってね。エロなってギターがギブソンになってんじゃん。ひょっとしたらこれですね。お客さんにもろたんですよ。それかっこいいね。ちょっと小ぶりのギブソンやね、それね。そうですね。まあ、いいやろ。俺まだヤマハ使いようもんね、あれ。あれまだ使ってますか。あれまだってもうちょっと10年経ったら違うもんね。まだ使ってますかみたいな。いやいやいや、ね、すごいね。でもね、いろいろ今活躍中でね。大活躍ですよね。大活躍、うん、でも生活豊かになった。結構なるわけないじゃん。何も変わらんすよ。そういうね、小路大内さんですけども、まあ、あのレギュラー陣紹介しましょう。松下俊美さん、はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。高橋誠さん、あ、どうも、こんにちは、よろしく、よろしくどうぞお願いいたします。どうも。あの可愛いギターね、高橋さん、これ、はい、それ ね、 これね、なんか前に似てるけどね、うん、ちょっと、うん、ちょっとね、板の感じが似てる、うん、違う、これも小ぶりでいいですね。いただきました。それもいただきました。お客さんから。いや、石田さん。え、あの、あー、はいはいはい、ね、あ、どこのギターが、へえ、すごい。なんかマークがほら、そう、ちょっとあれで見えないけど。これね、なんか中国の。中国。そうなんだ。うん、かっこね。でも持ち歩くのにはね。そう、小ぶりでいいよね。そうね。軽くて。俺、誰もくれないんだよね。誰かくれないかなと思って。ねえ、だってもらったでしょ、金ちゃんで。あ、そうだね。重たいの。もらい物ばっかり。ということでね、今日はね、音楽魂、ゲスト小路大内さんということでですね、まあ、なんだろう、ライトニー・ホップキンスとかね、あの双方で、まあ、ひた弁でブルースを歌うっていう ね、これがもうやっぱり唯一ですよね、あなたのね。どう。まあ、ひた弁、まあ、唯一ですね。ね、でも方言で歌ってる人は結構いるでしょ。いるけど、ね、やっぱね、あなたの違うのはその自然なのよ。あ、うん、自然っていうか、なんかこう、あの、その方言わからない人はちょっと分かりにくいんだけども、英語のやっぱり歌とちょっとこう割と似せて作るじゃない、方言を。でうまく使い方うまいんでね。うん、そうですかね。すごいうまい、うまいと思うよ。そこら辺がね、違うね。そう、めちゃくちゃすごいよね。だから大阪弁とかもよくあるけども、うん、そういうんじゃなくてね、まあ、大阪弁は言葉の色の方が濃いじゃない、なんかね。あ、色、大阪弁の方が先に来ちゃうから、うん、なんかね、そう、九州弁の方がちょっと柔らかいんですかね、うん、なんかほら、よくわからないところがいいんじゃない、うん、よくわからないところか。言葉がわからないから、もうその持っていき方がうまいっていうかね。もうほとんどパクリだけど、まあ、それちょっと違うと。パクリとはまたちょっと、いやいやいや、アレンジ。いや、でも、うん、それはね、なんかね、持っていき方、ね、そう、言葉を、その持っていき方がね、ちょっと笑えたりするんだよ、うん、あの意味がわかんなくても、例えば僕らがちっちゃい頃さ、要するにフェンとかで、あのラジオでレコードがあんまり買えなかったりして、ラジオ聞きながらさ、聞いた時に言葉わかんないんだけども、こうニュアンス聞くじゃない、うん、そういう雰囲気でがあるんだよね。方言わからなくても、わからない人でもね、うん、まあ、すごいこう、すごいマッチしてるというかね。ほんで最近あれなんでしょ、あのギターマガジンとかにね、ね、メジャーになって、メジャー、それで日比谷赤い音楽堂で、あなた、そう、すごかったね、すごい、ね、嬉しかったですけど、金尾さんも出てますよね。なんか出回ってますよね、動画が。誰の。金尾さんの。
知らん。あ、そう。昔のですよ。あ、昔の若い時のね。あ、そう。ヤモンは出たね、そういえば。ね、出たことあるね、なんかね。その若かりし頃の加納さんが出て。しかし、若い若い。いや、それあったけどね、あの今のね、そういうブルースフェスとかいろいろ、まあ結構いろいろ言われた。あれはね、今まで客側、客席側で見てた、うん、でこのステージにいつか立ちたいなっていうのはあったんですけどね、まあ無理やろうなっていう感じだったんですけど、でもチャンスがね、巡ってきたんです。そうそう、思えば叶うよ ね。しかも一人でステージに立つなんてあまりなかったみたいですね、このフェス自体。あ、今まで出演者でね、日本人でね。あ、そうなんだね、うん、あ、そうかそうかそうか。ブルースカーニバルの日本人の出演者の中では、うん、気持ちよかったでしょ。でもね、もう上がったりせんようになったら、もういや、あれは上がりますよ。そう、ま、もうお客さん、ね、2000人以上いたじゃないですか。ああ、そうなんだね。やっぱ今最高で、今までそうですね、200人とか300人はあったけど、その10倍ぐらいのお客さんが、うん、まあ気持ちよくなったのは、うん、まあ、あれ4曲歌ってたんですけど、うん、まあ、3曲目ぐらいからですかね。あ、それまでは何やったかよく覚えてない。緊張しちゃったね。あ、そうだね。そうだね、一人だもんね。そうね、うん、すごいよね、それで、うん、ね、でもいいやな、ギター一本持って一人で。そうそう、一番基本、基本だし、ね、一番かっこいいし、金もかからないしね。バンドやの言うたら金かかってしょうがない。バンドは金かかるんですか。うん、金かかるよ。金はそういうもんね。俺大変だったね。いや、かっこいいよ、一人でね、ああいうところで。そう、だからそれは基本だよね、うん、でもね、一人で。絶対みんな あの印象に残ってると思う。一人で持ってきてっていう、うん、その絵的にもね、だからなんかね、やっぱり一人でこうずっとやってきたって、今まで逆に人とそのジョイントするのがね、苦手なのも知ってるし、一人のリズムってあるじゃない、うん、それとかなんか歌うタイミングとか、それはなんかやっぱり自分が持ってるものなので、あのすごく僕よく分かって、うん、で、あの それが、ね、やっぱりなんていうかな、こう認められるっていうかね、それは素晴らしいなとか思う。だから音とかそんなに考えてみれば、アレンジにしてもいらないんだよね。削っていった方が、なるほど、うん、芯が残るわけじゃない、ね、最終的にアレンジにしてもね、うん、そこら辺はすごいなとか思うんで、うん、あの今回ね、そのこれ初めてじゃない、オンエア。オンエア初めてですよ。これね、新譜が出たんですよ、工事5分。まだ出てないですよ。出てないの、これ9月の下旬発売予定になってますんで。そうなんだね。あ、これはすごいね、うん、ちょっとだけオンエアさせていただこうかな、うん、ね、ちょびっと聞かせてもらいたい、うん、あの小出しにしようよ、ね、ちょこちょこね、これタイトルがね、夜明けのステーション、かっこいいタイトル、夜明けっていうのは夜明けっていう地名なんですよ、うん、え、地名、夜明けってあるね、夜明けダムとか夜明け駅とかあるじゃないですか。どこやったかね、大分県日田市夜明けっていう、住所的にはあった、住所、夜明けってあるんですよ、地名なんだ、地名。いや、すごい、その夜明け駅でのことを歌った曲が今回も、ああ、そう、そうなんだ、夜明けのステーション素敵じゃない、だから夜明けのステーションって書いてある、ね、またシャレとねシャレとねとか言う思ったら、よう見たらこの夜明けって毛がないでしょ、ないね、この駅の、そうなんだ、夜明け地名だから、毛がない、地名は、それで夜明け夜明け駅ね、そうか、のが入ってるからわかんない、夜明けステーションだったらね、夜明け駅だけど、へえ、かっこいいね、面白いね、聞いてみたのに、ね、いろいろ、これちょっとね、うん、ちょっとだけ聞いてみようか、聞いてみたい、ファンの皆様ね、大喜びだよ、じゃあこの曲からいきますか、タイトル曲、夜明けのステーション、あの子はいいしもたばい、
さよならもう言わんで、どっか遠くの方、夜明けのステーション、朝ギリもん一人しゃがんで、泣くだけしゃがんで、泣くだけ、しかし知らんべ、お前おらんとか耐えきれんべ、俺も次に汽車乗ってこう、マジでよ、これちょっとね、途中で、わざと切りましたけども、かっこいいね、かっこいい、あれです、ね、これ雰囲気がいいね、やっぱり雰囲気が、あるよね、これね、まあそうね、田舎の方のステーションですからね、リズムが稲妻がいいですよ、ね、これまたね、楽しみだね、このアルバム、王子王子、これワンコードで、ね、ワンコードだけ、またパクリって言われですけど、ジョン・リーフかもう、ね、もう大体わかるよね、そういうこと言わない、もう誰が作っとったもんさ、ね、作ってないですよ、意識、ちょっと意識してはないですけど、ちょっと似ちゃったかなみたいな、結果的にあらちょっと似ちゃったかなみたいな、でもブルースはね、ブルースそれ言ったら全部ないですからね、そうそう、それを自分のさ、ね、夜明け駅のね、思い出にしとうっていうのは、それが素晴らしい、発想がね、発想がね、それはもう自分の歌になってもね、なってます、なってます、王子王子作詞作曲です、はい、まさか作曲にはなってないやろ、作曲です、 なってますよ俺ですよ、全曲ね、18曲ですよ、これ18曲全部新曲ではないの、あほとんどダブりはないですね、今までの、あじゃあほとんど、うん、ほとんど新しいんでね、おいどんは九州男児隊ぐらいですかね、ダブルというか、うん、これでもかん、あのそうそう完全版、うん、完全版ですね、前回は知り切れバージョンだったんですね、途中で、なるほど、うん、なるほどね、うん、18曲これどうでしょうか皆さんね、あのこれいいよね、いいこれはあれいつも撮るところは決まってるの、いや今回初めて吉祥寺のベガとかいうあのスタジオだったんですけど、ああそうなの、マンダラ、マンダラがやってる、ああそうなんですよ、そこで東光義さんが今回もレコーディングしてくれて、ああそうなんだ、ジョジョ沢野さんプロデュース、東光義録音だった、素晴らしい、ほとんど一発撮り、ほとんど一発撮りですね、18曲あるからもうどん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 やってたみたいな、うんうん、1日で18曲撮り終えたんですよ、うんまあ、19曲撮ったんですけどね、1曲ちょっとボツにしたんですけど、うん、19曲撮り終えて2回目のスタジオで、まあ、ちょっと気になるとこだけ曲だけもう1回やり直したっていうぐらい、そんな感じです、すごいね、今の夜明けのステーションは一発撮りなんですけどね、普段ライブであんまり歌ってないこの曲なんで、自分的にも新鮮やったんやないかと思うね、こう一生懸命やった曲が集中して、うん、余裕なくね、それいいね、いいね、今回なんかそのアルバムの全体的な何そのあの、要するにあのコンセプトみたいなのはあるんですか、このアルバム、そういうのはないですね、なんか普段ライブで歌ってるような曲をもう何でもいいからもうかき集めて、まあコロナの時の歌とかもあるんですけど、ステイホームブルースとか、あの五輪反対とかそういう曲あるんですけど、
はっきり言っても時代遅れな曲なんですけどね、うん、そういうのももうライブでその当時歌ってたから、うん、この際入れてしまうと、うんうんうん、いうことで、あのどん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 入れちゃったら18曲になったという、うん、なるほどね、うん、この中からもう一曲ね、あのちょっと大サービスでねあのお届けいたしましょうか。これ馬かもんの歌、あこれはあの馬かもんですか。そうコマーシャルで、うん、九州で流れてた、うん、2年ぐらい前ですかね、 2,3 年前流れてた曲なんですけど、うん、馬かエコアのガスというガス会社があって、うん、そこ の、 あのコマーシャルソング作ってほしいっていう、うんことで、ちょうどコロナで暇で何もやることうん、うん、ガス会社の CM なんだ。ガス会社の CM、 うん、ラーメンじゃなくて、ラーメンじゃなくて、あ、本当にそれうまかっちゃんね、うまかっちゃん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 、お菓子っていうなんかあるよね、それうまかぼうやねそれちょっとね、漫才じゃない、じゃあこれ聞いてみようか、まあまあとりあえず、ガス会社ですよ、ガス会社、あ、そうかそうか、うまかもんの歌、あちこちで夜霞に匂いが戻ってきたばい、夕暮れの商店街、あの店でうまか文句をか、俺は今日も一生懸命働いたきん、腹ペコばい空に浮かぶのはあの店の焼き鳥と画面に、焼酎飲みたかフレー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 、俺のふるさと馬鹿で九州応援するばい、はいはいはい、はい、どうでしょうねこれね、よっこいいよね、なんかねのんびりしててね、のんびりしいでしょ、ね、よーこれとかコマーシャルになったね、なったんじゃなくて頼まれてオファーが来て作ったんだろうね、いやでもこのなんか新鮮かもね、なんか今あんまりそうあの気持ちがほわっとなるような CM ってないじゃん、うん、なんか何の CM か分かんないんだもん俺、テレビ見てても一回見ても、うん、あれ今この CM 何だったんだろうとか思っちゃうんだよね、意味がこう分からないというかさ、複雑になってるんですか、複雑っていうかね、なんか俺が知らないのかもしれないけど、ただ女の子がこう黄色い帽子かぶって踊ってるだけとかさ、イエローハットじゃない、よくわかんないけど、わかりやすい、何の CM、 でもイエローハットが何のお店かがわかんないんですね、あそうそうそう、知らない、車を持ってる人はわかるけど、そうなんだね、ね、車のタイヤじゃない確か、オートバックスみたいな、オートバックスです、俺がよく知らないだけの黄色い帽子、だからイエローハットあそうなんだね、ね、そうそうそう、そういう感じね、ということでね、今日は浩司大内さんですけどもね、あのこれなんか楽しみですね、これ、9月のいつ発売、下旬ということになっていますけど、夜明けのステーション浩司大内ということでね、皆さんお楽しみいただきたいと思いますけどもですね、素晴らしいですけども、まあここのとこずっとあのそういうあのライブ活動なんかも広がってきたと思うんですけど、うん、なんか変わったことってある、今までとはちょっと違う、まあ映画も作ったし、ね、あ映画あの監督と一緒に回ったりもしたじゃない、俺後輩かね、あれ監督にあれとか言ってる、うん、変わったことは前よりまあお客さん増えたかな、あそれは素晴らしい、それはすごいね、30年
以上や弾き語りやってますけど、うん、やっとなんか増えてきた、うん、分かってもらえたのかなとか、うん、それなかなか最初は方言だし意味がちょっとね、うん、伝わりにくいけども、やっぱり雰囲気なんだね、うん、きっと、うん、あの言葉とかでもなくやっぱ雰囲気を持ってるから、で他の人真似できないじゃん、そうですよね、うん、そう唯一無二な、そうそう、まあ、真似できないっていうのもいいのかどうかわかんないですけどね、いやそれはいやそれはいいよ、だって自分、うん、それが一番真似されたいとか思うじゃないですか、いや、それはできないよ行動だから、うん、だからまあね唯一のねものだからね、なんか向こうの人が浩二の真似するといいよね、逆にね、あ向こうの人が ね、うんうんうん、なんか日本にこういうやつがいるとか言って、うん、やってくれればね、うん、YouTube とかチャンネルやってないの、それは やってないですね、やったら面白いじゃない、世界に、うん、言葉は分かんないけど ね、うん、面白いと思う、そう雰囲気、雰囲気が YouTuber にはなれとは言わないけどさみんな広がるよね、今日ね、あの生歌をね、うん、早速ちょっとあの聞きたいね、ギブソンのギターで、なんかねお便りが来てるんだね、あお便り行きましょう、リクエスト来てるんだけど、はい、あそうですか、浩二さんにね、うん、大阪の直子さん、直子さん、はい、うん、こんにちは、浩二大内さんのご出演楽しみにしています、うんうん、リクエストは新しいアルバムに収録されているやりたいだけ原曲とは一味も二味も違うブルースな仕上がりをお願いします、コージーさんのますますのご活躍を祈りしています、原曲とはってか言われてもちょっとやりたいだけ知ってるでしょ、カノさん、やりたいだけ知ってる、聞いてる、恋をしようよという曲、恋をしようよ あるんですけど、うん、ルースターズの、あえここでやった、俺ルースターズはね世代的にちょっと俺の上だから、うん、あんま知らんとよ、ほとんど明太ロックの時代はちょっとカナダさんより下なんですか、うん、そうそう、ルスターズだけ、あのだから、うん、モーツとかロッカーズは同じ、まあ世代もちょっと向こうも下だけど、うん、同じとこに いたんで、あの知っとうけど、ルスターズはねあんまり知らんっちゃうね、ちょっと後になるんですかね、そう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 、僕たち的には、まあ、同時に聞いてたような感覚はありますけどね、うん、だからね俺その時に、ね、おらんやだもん、もうこっち来てたから、だからあんまりよく知らんってね、うん、だからあのあロッカーズとかモッツとかね、そういうのは同じ時期に昭和や歌えたけどね、そうそう、あそうルスターズの曲やねこれやったらね、うん、ほうほう、それであとね、うん、先週ちょっといろいろ杉本さんあのが、ゲストの時にちょっとほとんど読めなくて、あのもし時間があったらちょっとご紹介したいんですけども、今日のまずファックスからいきましょう、うん、あこれね博多のミキさんね、はい、博多のミキさん、はい、ありがとう、読みながら確認しながら、うん、皆さんこんにちは、めちゃくちゃ不安定な天気の博多です、うん、博多ね、先週のソウル55のお、うん、お今言ったね、そうそう、お二方も楽しかったですね、はい、名前の由来が聞きたかったです、あそうだね、聞いてなかった、うん、そして今週はもうおなじみコージーの登場ですね、コージーお帰り待っとった場合、うん、一月半前にこっちでの野外イベントで再会した時は、うん、あの博多ふ頭の開放的な空気の中で、うん、響き渡る下弁が最高でした、うん、これ野外でやったんですか、うん、はい、そうです、ね、その日に共演した六角誠二さんも、昨日君の曲かけてたし、おいらも仲良くさせていただいている中川五郎さんにも認められたし、うん、また、うん、またモテ期が来てるんじゃない、メガネであって、うん、今日もいつも通りゆたっと、九州門同士で楽しく過ごし合い、さて、うん、カナオさん体調はいかがですか、はいはい、もう本当に今年はどうしちゃったんだろうってくらい、こちらでもそちらでも、うん、自分が大好きな人が次々とこの世を卒業しています、うん、中には自分より年下のミュージシャンも、うん、本当に一言ではない気がしてきています、ゆうべたまたま同じライブ会場にいらした水拳ハーモニカの茂木さんと話をしてましたけど、改めて自分の体は一つしかないことを認識して、丁寧に扱っていかなくちゃなりませんね、自分にも言い聞かせていることですけど、としみさんも誠さんもご自愛くださいね、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ご自愛してます、私は無理しないんで、ちょっと明日は分からないというかね、誰にも来ることかもしれないしね、大事にしなきゃ、俺も元気になったもんね、元気、ね、人とは、ね、完璧ですか、完璧完璧って何目が泳ぎやろうがお前
いやでもおかげさまでね、少しあのやっぱ良くなったね、うんうん、まだちょっとあの肺炎とかあるから息苦しいけど、まあ徐々にねそれちゃんと付き合っていけば元に戻ることはないから、うん、まあがんとかはもう終わってるもうないけど、まあでもね、うん、あの徐々に頑張っていきたいと思いますね、うん、ということでね、あお便りするそうですね、なんか今来てるのはお疲れ様です、福岡の工藤さんからもいただいています。工藤さん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、まあ工藤大内くん今日はあのね生歌を、ね、生歌をちょっと、ね、ぜひ行ってみましょうかね。あの、ね、何からしようか。じゃあこの前3月にですね、うん、日田の大山地区っていう、うん、大山地区そこのホールで、はい、ホール里帰りコンサートをやらせてもらったんです。あすごいね。お客さん250人ぐらい来てたらしいんですけど、うんうん、そこでやったのが、まあ、里帰りコンサート工事用地、うん、お帰りなさいってこうステージに書いてるんです、うんうんうん、でそこでやった曲をちょっとやりたいと思います。そのまま里帰りブルース里帰りブルースまんまね、まあ、これは、まあ、まあ自分が、うん、もしまあ普通な、まあ、ギャンブル親父とかじゃなくてね、うん、普通な家庭に育てたら、うん、こんな里帰りになってただろうなっていうようなねそういう曲です。里帰りブルース来たね。今年は帰ってこんと思っちょったけん。まあよ帰ってきたね。しばらくは帰ってこんと思っちょったけん。何のごつん用意もしちょらえたもんなけん。父ちゃんが騒いで買い物行ったとこべ。慣れたかい。ちょうちん暮らしには慣れたつかい。恋人とかおるつかい。それどんこじゃねえとかい。ここへらへんなもねえばって。もしおるんやったら連れてきない。芋やら人参やら取れたすがあるけんなばや帰り持ってきないおみひらんじゃー。
It's the game. It's the game. また帰ってき。たまに the game. また元気そうな顔見せんき。誰なも言わんばって。みんなあんたんこと待ちょるべ。里帰り、里帰りブルース。もう分かる、里帰り。これはおそらく、俺はもう九州だからもうほとんど全部わかるけど、普通の人でも分かんない。分かる、雰囲気が分かる、分かる。だいたい田舎帰ると分かるよね。世田谷の真子さんが分かるの。あ、そうですか、真子さん分かる。世田谷じゃん、世田谷じゃん。世田谷の真子さんが分かるけど、シェじゃん。真子さんが俺の慣れたんじゃないですか。何回も聞いてるから。雰囲気がすっごい分かるよね、田舎に思ってる人はね。分かる、分かる、よく分かるよね。うん、そういうのをポッとこうね、やれるっていうのは素晴らしいなとかもね、面白い面白い、うん、ウケるでしょこれね。これは一番なんかじんときてたみたいな、ね、うん、その時のお客さんたちはね、うん、なんかまあ雰囲気的にそう分かってたんですけど、ね、うん、あとのまあ親父ブギとかパンチレデートとかただ笑ってただけなんですけどね、うん、この曲だけなんかみんなこうしんみり聴いてくれて、うん、みんなほら思い当たるじゃん、うん、そうね、田舎に帰ると大体そういう歓迎ね、言うことが大体同じだから、そういうか里帰りしたかったなというような。いや俺も里帰りしたことあるんよ、で、うん、能型の歌を作った時にね、里帰り、その里帰りコンサートで野外ステージでさ作ってくれて、で音楽が流れよって、あの炎の祭りってろうそくをさバーって何万本も燃やすわけよ、うん、燃やすっていうか燃やす灯すで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 燃やすでいかんで、そう、帰るんやけど、帰って歌わせてもらったんやけど、やっぱ俺長くしよったけんくさ、あ、もう小さい声でさ、まだしよんしゃって、まだって言った、まだ歌えんしゃって、聞こえる、まだまだが聞こえてくれるでしょ、まだ歌えんしゃ、それやりづらくないですか、やりづらいよお前、まだしよんしゃって、まだまだしよって悪いんだよお前、くさいやろ、ね、いやでもまあそういうのあるよね、なんかね、うん、200人も集まってくれ、すごいね、ずっと地元の人たちが、集めてくれて、頑張ってくれて、一生懸命ね、こう宣伝してくれたんです、うん、だから町の行ってあるところにポスト貼って、うん、そこ大山地区って、うん、北でもすごい田舎の方なんですよ、外れの、また駅からまた離れてて、でそこで有名なのはあの柚子胡椒発祥って言われてますし、柚子胡椒、あとあの進撃の巨人発祥のとこなんですよね、そうなんですか、作者がそこの出身で、そうなの、伊佐山、はいはいはい、先生って言うんですけど、まあ、若い人なんですけどね、その人、あそこの出身の人で、まあ、だからあの進撃の巨人ミュージアムとかがあるできたりして、もう市が建ててるんですよね、で観光客いっぱいこう呼んでるんで、そういう、うん、そういうとこなんですよ、工事王子ミュージアムはできる、ああもうそろ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 ブルースのねミュージアム、そのうちでき作ってくれるかもね、あのアンパンマンのあれみたいな感じね、アンパンマン、高知だとさアンパンマン、あ、そうだね、うん、柳瀬隆さん、あ、須賀川だとねウルトラマン、ウルトラマンだしね、いろいろね、あるね、それぞれね、なるほど、そうかね、今日はね高知大地さん、お越しいただいておりますけども、あ、メールとかはまだ大丈夫ですか、だから今そこに出てるけどちょっと読めないのよね今進撃のなんかって書いてあるけどね、あ、本当に、まあそれ、仕方がない、
な仕方がないの。読めないでしょ。カノン。触れないし。俺これ字がちっちゃくて。いやでも近づきたくないのパソコンに。しきらんもなってない。どこにしていいかわからない。しきらんっていうの。しきらんっていうのは大分でもしきらんっていう。パソコンがしきる。しきる。パソコンしきるよ。しきるんか。ねそれ。そうやしきるもんお前。ブルースやしゅうだつまらない。しきるっていうのは何しきらんとか。できるかできない。大分もそうですか。九州でもほら地区によってちょっと違うよね言葉。全然違う。全然違う。まあ熊本とかも違うね、そうだね。まあ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 全然ね違うよね。言葉になるとあれだけどね。あ今日はなんか勤さん寝てるのかな。あ本当。わかんない。先週のねちょっと読み忘れちょっとあのちょこっとでもご紹介しましょう。せっかくね。先週のはお名前だけ紹介したけどね。あ本当。うん。ちょっとどういう感じか。いい大丈夫。うんちょっと松田さんの方から。これ写真、あ、写真が先週の読むのおかしくない。あ、違って、おかしいでしょ、内容が違う。あ、内容が違う。ソウル55の皆さんですねとか。あ、そうかそうか。そうそうそう。名前は言ったよ、先週。読めなくてすみません。大丈夫です。ということでね、今日はね、浩司大内さんですけどもですね、生歌いきましょう。ライブの告知とかね。ライブの告知って最近あるの？近い場合。近い。今ちょっと忘れましたあのいいよもうどこやっても8月、うん、大きいところでやるの8月13日が名古屋の小牧、うん、小牧市小牧市のバックドロップという店でやります。8月13日8月13日、お盆だね。ほとんど何一人でやるの？それはあのその地元の人たちロカビリーバンドの方たちとね、あイベントみたいなやりますけどその店で、で次の日の14日が浜松のビスケットタイムですね。ああ、それは聞いたことあるね。ブルースのね。そうか、ブルースの店ですね。そこでやります。あとは8月3日、立川のムーンハウスっていう店なんですけど、まあこれ、あの昭和記念公園のちょっと裏手になってるとこなんですけど、すごくいいアメリカンの料理を出して、ああ、そうなんだ。すごいいい雰囲気のお店なんですね。そこも、でもそこは予約がなんかもう埋まったとか埋まってないとか、まあちょっとあと何人かは入れるかもしれないですけど、もうそげになった場合ね予約が30年やってるからね。もうねこれもねこれ10年もしてたらねそげになる場合ね、やっぱり10年、30年30年か、それはいいことよ。だから最近ね本当もういろんな人が集客してくれるから、ああそう、そう助かるよね。助かりますよ。結構集客って労力いるじゃないですか。そうそうそう。音楽の練習したいのに集客のことばっかりね。ああそれあるね。そうそう。というね工事をしたんですけども、あのなんか生歌をねねもう一曲ぐらい歌ってもらって。じゃあちょっとさっき言ってたあの。やりたいだけやってみました。やりたいだけ、うん、リクエストねいただいたね。いいかこれはあのちょっとさっき、うん、あの手紙のみたいに、うん、あの明太ロックの曲を工事風にやって、一応あのその作者の方たちには曲とか取ってますんで、うん、あ、そういうことね。もうやっていいよって、うん、yeah. この世で一番大切な人だから僕はずっと君のそばにいるよ。そげな目言葉には気をつき、そいつはお前とやりたいだけ。よその国から飛んでくるミサイルなどからあなたの命を守ります。そげな目言葉には気をつき、そいつはドンパチやりたいだけ。
めかし込んでそいつの前にやってきてもお前がいくらフリルのついた可愛いパンティ履いてきたとしてもかまっちゃねえそいつは早いことやりたいだけ今夜はなんだかとっても眠れねんばいお前の体とか思い出して他の男には気をつき男はみんなやりたいだけ右も左も危ねえやつばかりだから俺がお前を守ってやるんばいお願いだビビもっとチキしてくれ俺も本当はやりたいだけ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 はい、ええ、明太だけ、うん、明太だけいいな明太いいね明太ビートってのそういうの世代的に同じぐらいなのだっけルスターズとかいやルスターズの全然ちょっとまあちょっとだけ上ですね本当、ね、ねあの小泉浩志君今日はね、うん、あの来ていただきましたけどもですね。あのまあ、今後ライブとかそういうことがめ、まあ、変わらずメインになる感じですかね。そうですね、うん、ライブでしかないですね。そうだよね、はい、うん、でも、もうお客さんも入るしね、うん、あの今みんなやっぱ結構それで苦労しますよね、うん、なんかね、うん、あの真子さんのスケジュールとかありますか今後。ああまあ、近々はね、まあ、明日明日めっちゃ近い。明日はどこなの。明日どこだっけ忘れる年頃どっかでやってます。来るからね俺も明日ねあの横浜ストーミーストーミーマンデーストーミーマンデーでレンズ、ね、今またトリオバンドを始めてるんですけど、はいはいはい、はい、レンズね、うん、レンズあのロッカーさんロッカー、まあ、ロッカーさん誕生日だったらしい、ね、昨日誕生日だ、ね、うん、うん、おいくつですよ。73。そんなに上？うん、2かな3かな。うん、うん、そうあのでも六花さんなあの僕も割と最近あの、うん、あの出会ったんですけど。あそうだ。うんそうそうそう。あのでも須賀川とかによくね、うん、見えてたみたいで。あそうだ。うん須賀川とかにね。この間清水さんのライブもね素晴らしかったねびっくりした。そうそう、うん、あのちょ突然行ったんだけども、うん、あの山本教授さんプカプカでやったんですけどなんかねすごい喜んでくれて、うん、あの世界もすごいね、うん、ギター三昧弾きまくり三昧っていうかね、はいはい、あれ面白いよ。だからすごくなんか面白い初めて。あそうだった、うん、だからもうすごい喜んでくれて、うんうん、あれ素晴らしい。だから来週のゲストね山本教授さんですね、うん、あそうかそうだそうだ皆さんお楽しみください。そちらに続くあのいろいろね、まあ、小泉浩志さんもねそうだけどもいろいろなジャンルの方ね。でも僕はもう個人的に素晴らしいと思った人しか呼んでないからそりゃそうだ。いやでも ね, もうね17年もないおかげさまで、ね、すごい。あもう70だよ。もう70になりますか、うんうん、70になるって今年、ね、うん。コキっていうらしいよなんか、うん、腰がコキとか腰がコキコキ、ね、そういうの まだわーって言うかないかんとかやなって思いますけども、ね、今日はねちょっとあの先週もちょっと歌っちゃったんですけども僕一曲歌わせてください、はい、風の中で立てっていうね曲をご紹介しましょう、いつも通りさこの街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街に
消えるもの。悲しみはいつしか通り過ぎるもの。出会いはいつでも偶然で掴むことすらできなくて、俺の体をすり抜けた
はい、ということでね、リクエストにお答えしました、はい、風の中で立て、はいはい、お届けしました。今日はね、王子大内さんですけども、はい、最後にちょっとみんなでやりたいなやりたい、明るく、はい、やる。じゃあ、定番いきますか定番定番なもんじゃない定番のランド定番といえばね、パクリじゃないですよ、はい、定番といえばパクリじゃない。言うてみーやろ、な、何でしょうか、あれしょ、もうちょっと右、うん、もうちょっと右ってのは面白いだね、これちょっとこれ行こうか、じゃあ定番、うん、定番、じゃあ、はい、行きますか、よろしくお願いします、よろしくお願いします、もうちょっと右、届きましたか。はい、ということでね、はい、本日のゲストは高寿大内さんでした、ありがとうございました、また2試合、ね、またね、お相手は、はい、松下俊美と、はい、高橋真琴、金尾芳郎でございました、映像の鈴木さんもありがとうございました、また来週お会いいたしましょう、はい、来週は山本教授さん、お楽しみください。Yeah.
優しいあの人は